長田中明人でございます。また司会は、私は、至って元気な方かなと自分で思ってまして、元気なうちに、そこに見合う人がいるならば、それを任せていくという、もちろんそこに見合う人がなかなか出てこなければ、これは無責任になりますから、社長を譲るなんてできないんだと、それをやってくれるだろうという、昨年来からのチャレンジの中で感じてきましたし、社長だけじゃなくて、その周りにいる若い社員とかですね、ベテランの幹部のみんなも考えてみたら、任せてみて、ある面で 100% じゃなくてもそこの部分で、切磋琢磨してみんなでやっていくことでもっともっと強くなってくれるんだろうという、そういう思いだけです。私がもう66になるということですから、人生考えてみたら、まだまだ数年は相談があればアドバイスをしていける元気があるという、これが一番理想じゃないかと思ってですね、退任というのはもう2年以内とか申し上げたんですけども、その状況を見る中で1年以内でいいんじゃないかという、その結論に至ったということ、それだけですね。引き継ぎたい部分はもう本当に理念から考え方から最終的な判断の軸というのは引き継ぐというか、もう常にそういう基準で物事はと考えてきたので、これからも変わらず、その軸の部分というのは、引き継ぎたいというか、引き継がないとこの会社の存在価値はないと思っているので。私テレビショッピングに関してはですね、やはりもう少し私の方でアドバイスする必要があるのかなと思ってますんで、来年1月16日、それ以降、半年なのか1年なのか、3日なのか、ちょっと3日ということはないでしょうけども、そんなことも含めて、相談させていただきながら、私の判断も織り交ぜながらですね、でもそれを何年も何年もやるということは全くないです。